こっちちょっと探索してみます。ああ、どんなもん。この先行ったら、うん、そんなに急勾配じゃないから登ってはいけるけど、で V でほどでもないから、はい、別に行けるけど先がわからん。あ、そんな恐怖感はない。どうします？俺に振るなよお前、ま、正直ここやったらちょっとまだ行ってもいいかなと思う。ほな、これぐらいやから、ほな行けるとこまで行ってみましょう。 OK。あ、結構でも枯れてますやん。や、枯れてるけど、こっち回すと、あれ？こっち、右回んねん。右が、いわゆる、ピヨンピヨンになんか、あー、ほんまですね。雰囲気が似てる。で、こっちからでも一応回れんねん。いける？あれでも、いけるけど、まあまだここやと、まだその俺もそこまでの何かを感じたよな。何かって俺を止める何かを感じてる止める何か感じてるんちゃう？見てないよあー、まだいけるけどな。いけますけどね、うん、まあ、こういう感じでずっと行くんじゃないかなって感じはする。そうですね、うん、行けば行くほど、まあ、当然帰りがあるということだよね。ね、まあ、うん、そのもうちょっと先で U ターンします。そのちょっと開けてるところで、うん、ここにはボッコンがあるんだよな。あ、ほんまや。うわうわ、はまったんちゃう、それ。下も岩や。いやー、これちょっと高いか。このぐらいで行けると思ってんけどな。あかんわ。あかんわ。ブーブー行けよ、ブーブー。店長、下がってそこじゃん、そのボッコン。いや、このボッコンか。いや、これボッコンじゃないと思うで、俺は。ほんまですか。いや、これボッコンじゃん。やっとしたらこっちやろ。え、だから、違う、だからそのボッコン行って、ここやろ。うん、向こう側に渡るんじゃない。いや、ここすごいへこんでねんで。はい、知ってますよ。無理無理。いや、だからその角度からでもいい。この角度からでいけるんじゃない。いや、いけますって。うわ、せこい。すげえ、恐怖が全てを網羅しましたね。行ってくれ行ってくれ。いけるでしょこれ。無理？行ってみて。取ってよ。それ取んの？はい、そら俺の勇ましいところ。行きますよ。お前が動くかもしれへんと思ってカメラお前左に向かったやないか。おらーおら、いったー。めっちゃしんどい。だいぶ避難とこあるやで。危ないとこまで浮いたで。マジですか。だからあのまま体重が後傾になってたら、はい、行ってたかも後ろ。いつぞやの、まあ、いつぞやのあれですね。はい、行くわね。行けたでしょ。いや、だいぶ体が後傾になって危なかった。でもあれぐらい後傾にせなさ、最初が浮かへんのよな。そうですね。
今日もなんやかんや言うて頑張ってますね。頑張るね。悪い癖やな。これ面白そうやな。でもこれコロナあの おそらく水が流れるんじゃなかろうかという、ああ確かに小川のような、あの坂下の一番端に似てますね。そう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 、ああこれは好きな人好きなんやろなこれ。ねえ、これなんかほんま坂下のとこみたいですね。なあ、めっちゃそう作ったかのようなさ。ねえ、ああ、俺は店長と違う方を。まだでも結構俺もなんかまだどこかの下に行ってて。ほんま？ちょっと冒険して。そのまま登る？おお！行くんかな思ったほんまに。店長、またあの辺まで行った感じで編集しといて。おー